未だに必ず出てくる70カローラ。出た。これがドリジャー4ドアのもう日本です。ポンコツ。ポンコツじゃない。ポンコツ。これ昔ロボコンのお父さんが乗っとったですねこの車に。あ、取れちゃいます。これはですね。これカローラ。でもね、未だに。ラマルカローラはたまに見かけるんですよ。先行会とか行くと必ず1台か2台はいるのよ。本当ですよ、うん、何が乗ってるの。これは 4AG の5バルブ。あ、5バルブの方の 4AG。 ちょっと普通にしてください。ありがとうございます。はい、すいません。あれでしたが、はい、これも市原軍団だよ。はい、はい、あ、すいません。うわ、なんかほらそのまま解体して持ってって逃げちゃいそうなやつらが。はい、うわ、スカスカ CR キャブ。あ、いいね、CR キャブとか。あ、ちょっと大変に書いてくださいよ。だいたいね、70カローラって見るとみんなこうだよ。火が出るかもしれないですよ、エンジンかけたら。あ、そっか。ボタン、これか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 。いけ、ほら。かけれたらなんかですか。いいね、CR キャブ。いいね。いいね。だからこれの絶対的な70カローラって多いんだけど、良さは何なんですか。一応珍しい中では作りやすい。ああ、車とね。中身車種が86と一緒なんで、うんうん、ああ基本はね、ほとんど全部86で、うん、ミッションとかミッションも方針もペラも、あ、もしかして足もそうそうだよね、うん、本当に乗れないよこれ。土足でいいですか。土足だよ。フルレッドだから頑張ります。頑張んなくていいって言ってんじゃねえか。だからレッツゴー。頑張んなくていいって言ってんじゃねえか。あらら。ら。ピット大さん、直近が僕もこれ横、俺玉筋を強打したんですよ。死ぬかと思った。骨折は必要になるんですよ。いやー、これ最